はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。信長の野望創造のパワーアップキット、長篠の戦いシナリオ武田家でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、長篠の戦い、織田徳川連合軍を見事撃破した武田勝頼ですが、ここからはですね、いよいよ信長への反抗作戦、真の正常作戦を行っていきたいと思います。現在の情勢簡単におさらいしておきます。先の長篠の戦いで織田徳川連合軍を破ったものの、信長の勢力は未だそのまま健在です。ただ徳川がですね、織田から離反して武田についていますので、そのあたりが一番大きく変わった情勢になっていると思います。とはいえ、依然強大な力を持つ信長ですので、まずはですね、外交で連合を組んでいきたいと思います。標的勢力は織田です。で、名手は武田が務めさせていただきたいと思います。で、勧誘するのは、主要なところですね。この3家しか選べない状態ですか、今だと。上杉、北条、徳川、ここのあたりしかちょっと選べない状況にはなってますけども、この3家を選んでいきたいと思います。これでいいですかね。他選べそうな勢力はないと思うので、この勢力で、結んでいきましょう。さあ、これでどうなるかというところですね。で、不審もきっちりとやっていきましょう。この辺りはしっかりやっておいて、逆に開発行為に関してはほぼほぼ、任せるというような動きをしていきたいと思います。なので、退屈な部分もちょっと出てきてしまうと思うんですが、ぜひぜひ皆さんお付き合いお願いします。なんとかですね、信長を打ち払いたいと思いますので、それまでの辛抱だというとこですね。で、あとはですね、外交で、本願寺とかこの辺りとは同盟をね、しっかりと結んでおきたいと思いますので、派遣しておきましょう。さあ、あとは怪獣ですね。この辺りも積極的にやっていきましょう。で、そしたら早速ですね、敵の城を落としていきたいと思うんですが、まずはやっぱりね、国境を接している部分から攻めていきたいと思います。苗木城あたりを攻めていくか、岩村城を攻めていくか、この辺りがねポイントになってくると思うんですが、その前にこのどっちにもついていないところですね、この辺りもねきっちりと攻めておきたいので、姉小路家、まずここをですね、攻略しておきたいと思います。で、姉小路家を傘下に収めた後はですね、本願寺、そして、本願寺とは吉見を通じて、本願寺も結成している連合にですね、組み入れると、その中で、信長を包囲していくという作戦を取りたいと思います。じゃあ姉小路家の攻略に入っていきたいと思います。さあ、これで出陣しました。
これ信長から援軍が出てますね。川尻秀高隊1200。ここはですね、ちょっと馬場信春の部隊を川尻秀高隊織田の援軍部隊に差し向けましょう。これで攻撃ができるはずです。行きます。我が戦お見せしましょう。連合が結成できましたね。我が策戦場を制す。そしたらですね、すここで馬場信春を松倉城へと派遣します。そしたらあとはですね、配属ですね、武将がいないところありますので、長篠城に飯田城から人を派遣します。この長篠城はさっきの長篠の戦いで家康から奪い取った城ですね。さあこれで配属が済みました。姉小路家は何としても滅ぼしておきたいですからね。さあ勝頼です。廃武器法を知ってるかだと、これは何かしらのイベントが始まりましたね。トライした者たちの技術だと、金や銀を取り出しやすくなりますと言ってます。まあこれをやると収入が増えるということですね。採掘場を建てれば、すなわち金銀がよく取れるようになるということですか。採掘場を建てられぬ場合は城下町は広げなければならんなと。なるほど、了解。つまり採掘場を作れということですね。2つ以上の採掘場を建設。わかりました、作りましょう。ちょっと援軍を出しましょう。数がかなり少ないので、さらに兵を出します。勝頼自らも出陣しましょう。出陣するぞ。出陣する。出陣します。助太刀致す。ここは海戦を持って一気に攻め取ってもよかったんですが、一応今あれですね、敵の出てきた部隊を沈めましたので、このまま包囲戦に移りましょう。ご命令くだされ。先月の終始です。まだ委任はしなくていいですね。そしたら包囲戦に入りましたけど、多少兵が余ってますので、これを別の城に差し向けましょう。かしこまりました。
出陣する。加勢しよう。敵を追い詰めます。承知いたしました。武田勝頼の本体をどこに派遣するかというところもあるんですが、やるとしよう。まだ包囲が不完全か。ごずめの部隊を出すほど、先月の収支です。ごずめの部隊が出せるほど余裕がないんですよね、今だと。で、かつ採掘場を作れと言われていたんですが、採掘場が作れそうな場所がなさそうですね、今のところ。拡張がちょっとまだできないんですよね。なので、まあここはおとなしく農業施設と弊社施設を作っていきましょう。割合的にはですね、まあ農業が2で、兵力系が1っていうぐらいの2対1ぐらいの割合で作っていければいいかなと思ってます。で、包囲が不完全だと言っていますので、矢沢を派遣しましょう。力を合わせよう。さすれば勝つ。敵将を捕らえた。で、松倉城を落としましたので、松倉城を攻めていた部隊を他のところにどんどん派遣していきます。承知いたしました。騎乗します。騎乗する。一気に姉小路家はもうね、倒してしまいたいと思いますので、出陣するぞ。そしたら兵の少ない部隊は騎乗させます。戻ります。徳川家より使者、当家に軍馬を提供したい。執着。武田ゆめちゃんが生まれましたね。生まれたというか成人したのかな。あ、お姫様にしましょう。そしたら上杉とですね、外交を再開しましょう。まあ、この辺りはもう正直誰でもいいので、とりあえず人を派遣しておきましょう。で、本願寺ですね。あとは敵視していると。なぜだ。なんとか本願寺を味方に引き入れておかないと危険ですね。東は一応北条が味方についているので、このままでいいかなと思います。採掘場をね、作らなきゃいけないっていうのが戦国伝であるんですけど、採掘場が現状だと作れそうなところがなさそうなので、拡張しないといけないですね。金銭が足りないと言われました。というわけで、終了して合戦の方に戻っていきましょう。
さあそしたらここで回戦して一気に、敵の城の耐久を戻しましょう。回戦をですね敵の城の前でやって勝利すると、実はその敵の城を落としやすくなるという効果があるので、ここは積極的に城前で、仕掛けていきたいと思います。我に続け。そしたら騎馬突撃をかけます。決める。ここを静止してきたか。ここで風林火山を発動。全てを込めるばかり。これで一気に敵を撃破しました。これで耐久を一気に落としましたね。取り囲み加勢いたします。敵将捕獲した。待機せよ。よし、これで知ろうとしました。さあ残るはこの機運城で合ってますかね。機運城攻めに移りましょう。そしたら最前線になりますので一体だけ残してですね、あとは承知いたしました。機運城攻めにかかります。表情を始めましょう。先月の終始です。諏訪を入城させてしまうというのでもいいかな。で、馬場信春の部隊を機運城に差し向けましょう。お任せください。で、勝頼の本隊も機運城に入ります。仁科も機運城、高坂正信もこちらも機運城に向かいます。承知いたしました。さあこれでいいでしょう。で矢沢も兵糧を補給したら機運城攻めに入ります。かしこまりました。ここも一気に回線を仕掛けていきます。助け立ちいたす。我に続け。進め。ちょっと敵のね兵力がどれくらい出てるかというのがわからないところはあるんですが、もうここは力攻めでいいと思いますんで力攻めしましょう。お任せください。一気に突撃をします。攻めに耐えられるか。かかれ。引け。これで敵の部隊を殲滅しました。縄文攻撃で、耐久を減らしましょう。お、家康が来たようです。聞いてみましょう。幼女に迎えていただけませんかと。迎えてあげましょう。ご命令くだされ。先月の。そしたらこちらも外交でですね、従属を望む者がいるって本当？こいつかな、もしかして畠山家。従属させてみよう。で、あとはですね、配属で、いかんせん武将の数がかなり少ないので、武将をね、どんどん補充していかなきゃいけないんですけど、そのためには、大名家をどんどん滅ぼしていかなきゃいけないんですよね。
敵を追い詰めるぞ。加勢いたします。やるとしよう。畠山家が従属してきましたね。かしこまりました。表情を始めます。報告いたす。機運城はこれで固めてるのでいいと思うので、残りの部隊は騎乗させましょう。勝頼も含めて城へ戻る。あとは兵糧が持つかどうかというとこですね。2ヶ月分、まあなんとか持つでしょう。そしたら軍団を一つ作ってもいいかもしれないですね。これで松倉城が落ちたら、織田を包囲できるような形になると思うんですが、殿下に問う我が軍略を敵将捕獲した。問題は本願寺が味方になってくれるかどうかというとこですね。ご命令を。先月の終始です。報告いたす。そしたらちょっとここで外交を強化しておきましょう。正幸に変えてどんどんと本願寺の信用度を上げていきたいと思います。で、上杉とはこのまま結んでいいでしょうと。で、徳川も今や味方ですので、今、どうかな、織田に攻めかかっていくのはまだ早い気がするものの、東側は完全に北条と上杉に、ま、囲まれていて、かつ今、同盟を結んでいるような状態、まあ、具体的には連合ですけどね、結んでいる状態なので、これをなんとか、この状況を打開していくためにはやっぱり織田を食っていくしかないんですよね。ただ本願寺かな、ちょっとこのままだと敵対しそうなので、本願寺とは結んでおきたいんですよね。となると、まあ織田を食っていくしかないかなというところですけどね。この辺りは粛々と普請作業をやっていきましょう。こんなところでいいですかね。もうちょっとやっておきたいかなというのもあるんですが、で、いざという時のために朝廷ともですね、よしみを通じておきましょう。
と手詰まり感がありますね。どうしようかな。まだちょっと軍団を作るには城の数が少ないかなという感じなんですよね。ちょっとここでだいぶ盛り返してきたと思うので、見てみましょう。信長兵数7万9000というところですね。一方武田が4万、ちょっと増えましたけど、やっぱりまだまだというところですね。であれば、さらに食っていくためにどうしていこうかというところですね。信長を攻めるのはちょっと厳しいかなという気するんですよね。どうしようかな。やっぱり本願寺と吉見を通じておきたいというわけで、外交を強化しましょう。本願寺に贈り物を送って物で釣りましょう。これも信長を討つためです。これで相当に表情を始めます。先月の終始です。本願寺と仲良くできるんじゃないかなと思うんで、そうですね、本願寺と44次になりますので、本願寺と吉見を通じた後は一気に信長に攻めかかりたいと思います。採掘所がちょっと全然作れる気がしないな、このまま行くと。こんなとこでいいですかね。もちろん登用します。表情を始めます。先月の終始です。さて、そしたらですね、ここで本願寺ともうちょっと仲良くしておきたいんですが、どうしようかな。まずはちょっとこの内気城あたりを攻めてもいいんですけど、とても勝てる気がしないんですよね。で、本願寺がどう動くかというのもあるので、もうちょっとだけ様子見させてください。その結果をもって、信長をどうするかというところですね、決めていきたいと思います。先月の終始です。表情を始めましょう。先月の終始です。
そしたら引き続き建設をね粛々とやっていきましょう。この辺りはねかなり地味なんですけど、自動化する方法が多分ないじゃないかな。もしですね、ご存知の方いれば、まあ委任してしまえと言われればそれまでなんですけど、それ以外の方法で何かあればですね、ぜひぜひ教えてください。そしたら本願寺とですね、連合に勧誘したいと思います。本願寺を連合に勧誘します。これで勧誘に成功すればだいぶでかいですね。よし、反織田連合に加盟してくれた本願寺なので、これで一気に、信長の攻略に取り掛かっていきたいと思います。がですね、その様子は次回からお届けしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。報告いたします。